ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ葛飾より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がレンジローバーベラール SV オートバイオグラフィーダイナミックエディション2020年式13400キロ、こちらの車両になります。珍しい車がやってまいりました。そうですね、限定車になります。なんとこちら限定車、しかもめちゃくちゃ貴重な限定車になるんですよね、はい、そうですね、はい、こんな車を今回ご紹介させていただきます。でまずその藤本店長が言ってた限定のところなんですけど、はい、なんと日本53台限定の53台めちゃめちゃレア車ということで、はい、もうそもそも SV っていうグレードがベラル、はい、あの標準でないんですよね。そうですね、はい、でこの限定で一瞬だけあったと、はい、で一瞬も一瞬で53台だけと、はい、で53台あるんですけど、なんか色がまずこのそれぞれ割り当てが決まってて、そうです、富士ホワイト5台、はい、今回ご紹介させていただくこのサントリーニブラック10台、はい、10台だとアイガーグレイ10台、はい、バイロンブルー5台、はい、あとバイロンブルーのサテン、はい、要はハンツヤスカね、はい、艶消し、これが23台、はい、合計53台ということで、今回ご紹介させていただくのがもう日本におそらく10台しかない、そうです、まあ、平行を除くということ、はい、正規入のが10台しかないめちゃめちゃレア車ということ、はい、でもうベラールめちゃくちゃいいと思うんですよ。いいですね、はい、あのレンジファミリーの中で一番後出しですけど、はい、一番ちょうどいいというか、はい、でなおかつ今回ご紹介していただくこの豪華内容、はい、そうですね、やっぱり車の大きさとこの装備ってある程度比例するじゃないですか。そうですね、なりますね。やっぱり最高級車ってやっぱり車体も大きくなったり、はい、まあ、コンパクトカーって、はい、まあ装備がいろいろ省かれたりとかってありますけど、今回ご紹介させていただくのはこのまさにど真ん中の車でもう最上級の装備がついてるスペシャルな車ということ で、すごく簡単に言うと、まあ、専用エクステリア、そうですね、はい、あととんでもエンジン、はい、あと豪華な内装ということで、まあ、標準のベラールが大体1100万円から800万円ぐらい、まあ、オプションを足していくとレンジなんで、まあ、上はキリがないと思うんですけど、標準の車体価格でいうとそのぐらいのところ、なんとこちらの車新車価格が1800万円ぐらい、はい、するということ で、あの標準の車より600万、はい、700万ぐらい高い、はい、ただ内容今回いろいろ見ていきますけど、内容見ていただくと、まあ、納得のなんか内容、ね、むしろちょっとお買い得じゃないかなっていう、はい、うん、そうですね、で金額的にもその上のレンジに届く金額になってくると思うんですけど、やっぱりそこは中古車じゃないですか。そうですね、かなりこなれてきた金額、はい、で僕の後勝手なイメージですけども、はい、レンジローバーって下がりきらない、うん、そうですね、最初こうやっぱりこう型式が1個落ちたりすると少しこう値段は下がりますけど、はい、そこからがすごいゆっくりなイメージなんですよね。そうですね、資産価値も高いですね、はい、で価格変動の可能性があるんで、まあ、今回動画では価格公表しないんで、はい、まあ、動画の概要欄確認していただきたいんですけれども、はい、あのだいぶお買い得な金額じゃないかな、はい、というわけで詳しくご紹介させていただきます、はい、でまず外装なんですけども、はい、もう外装もめちゃくちゃ特別なんですよね、はい、なんとこの専用バンパー、そうですね、下側が専用だと53台しか入れてないのに専用バンパー、はい、専用バンパーです。ただ本国は設定があるわけですもんね。そうですよね、はい、ということでもうこのバンパーを見たらめちゃめちゃレアなやつだって分かる、はい、ちょっと違うとかじゃないですもんね。そうですね、ガラッと違いますね。なんとこのダクトなんかもすごく大きくなってて、はい、ダクトの数側 35% アップ、はい、出す側なんと 60% アップ。あ、そんな違うんですね、はいはい、というわけでもうそういう冷却効率とエアロダイナミクスが大幅に改善されていると。あとはこの辺のグリル周りもなんか違うんですよね、結構。そうですね、はい、ね、この辺なんかも標準の車両と全然違うと、はい、あとこの絶妙なこのガンメタの、はい、色使いですよね、はい、これも専用の取り組みになっていると。だとこれこちらですね、さっきあの藤本君に伝えたらびっくりしましたね、はい、びっくりしましたね、はい、これがなんとめちゃくちゃ高いということで。そうですね、もちろんあの今回のお車は限定車ということで、これは標準装備なんですよね、はい、そうですね、はい、最初からの仕様になるで、なんとこれパーツで言うと、このレンジとローバーで別々のパーツらしいんですけど、はい、なんと10万円10万円するそうです。これだけ20万20万です1個2万円です1個2万円です、ね、絶対ぶつけたりしちゃダメということで、そうです、ということでこんな豪華なエンブレムになってると、はい、あとはヘッドライトも LED のマトリックスレーザー LED ヘッドライト、はい、現行 の一番、いい HSE のピクセルではないタイプですけども、はい、まあ、それでも十分なヘッドライト、ね、存在感もありますしついてるから、はいはい、あと今回13400キロということで、はい、あの新車同様とは言わないんですけども、ね、まあ、非常に、はい、まあ、クリーンなコンディション、はい、ただやっぱり距離少し走られてるんで少しだけ飛び石あるかなと、はい、ちょっと、まあ、気になる方いらっしゃれば、はい、あのご納車の際に修理なんていうのもできますんで、はい、ご相談ください、はい、そして足元行きましょうか、はい、こ
これ外観を今説明してますけれども、はい、外観以外にもめちゃくちゃこれ特別なんですよね。そうですね、はい、足回りも特別になってますので足元、サスペンションがなんとエアサスペンション、はい、標準ということで、はいはい、こちらもついてくると、はい、そしてあのボディの下側もなんか専用で、はい、なんか整流が改善されているということで、はい、アンダーパネルなんかも専用のものです、はい、そしてホイールがなんと22インチ、22インチですね、はい、オプション最大サイズですよね。最大ですね、はい、こちらのホイール、そして単造なんで、はい、あの、はい、持ったことはないんですけど、うん、結構軽いみたいです、はいはい、そしてブレーキの方も大型のブレーキ入っててフロント395パイですかね、はい、でっかいですね。大きいですよね、はい、でこの赤い対向キャリパーのブレーキ、はい、でローターもこれ2ピースなんですよね。そうですね、はい、2ピースなんです。これこの後紹介しますけど、はい、エンジンがもうとんでもエンジン、とんでもエンジンです。最高速も300キロに届こうかっていう、はいはい、とんでもカーなんで、はい、やっぱりこれぐらいのブレーキは必要かなと。そうですね。で当然エアサスなんで車高の上げ下げもできるということで、はい、できます。これ一番今下がってる、今下がってる状態ですね。で今回の車は、はい、あのボンドのいわゆる改造車ではないんですよね。ないです、はい、ということで、まあ、プラスアルファするんであれば、はい、ちょっとこの引っ込み思案なタイヤホイールは、ね、もう少し出してもいいのかなって、はい、ボンド的にはちょっと直したいかな、はいはい、というわけでこんな感じの足元になっています、はい、そしてあとはもう全部真っ黒ですね。そうですね、はい、特別仕様車でもありますんで、この辺のトリムもそうだし、はいはいですね、ここはまあガメタなんで非常に統一感もあって、大体この手の車ってこうメッキが、はい、入ってきますよね。入ってきたりしますけど、はい、もう本当に真っ黒で統一されてて、ね、ノーマルなのに本当に渋いというか、はい、引き締まった印象、はい、そしてこの出るタイプのドアノブ、はい、これなんか8キロぐらい出すと買ってしまうんですよ、ね、締まります。あとロックするとまあ閉じしまう、はい、こちらのドアノブになって、あと後ろも、はい、後ろは396パイ。そうですね、はい、微妙にちょっと大きいローター、いい、そうですね、ちょっとだけですよね、大きいね、ちょっとだけです、はい、タイヤは投資投資です、ね、265の4022ですね、はい、ただ新車装着のタイヤなんで、はい、少しこのトレッド面のコンパウンドが硬くなり始めてるかなと、はい、これはちょっと市場で、はいはい、まあ、乗り心地だったりだとかロードノイズ影響すると思いますので、はい、この辺チェックしてみたいと思います、はい、あとはサンルーフも、はいはい、そうですね、ついてますんで標準ということで、はい、で今回はサントリーニブラックなんでコントラストのあれじゃないんですよね。はい、そうですね、あの上側もボディ側も両方同色ですけど、はい、同色この組み合わせでスライディングパノラミックルーフ、はいはい、いわゆるサンルーフも標準装備でついてます、はい、あとさっき事前の車調べでびっくりしたんですけど、はい、ボディの骨格の部分がほぼアルミなんです、はい、そうですね、はい、まあ、フードだったりドアはスチールみたいなんですけど、はい、まあ、この辺が全部、うん、あとまあピラーだったり、はい、まあ、骨格部分が全部ある。これ逆パターン多いですけどね。そうですね、はい、ドアパネル、ね、アルミとかってありますけど、はい、レンジの場合だと、まあ、骨格部分がアルミになってるんで、はい、まあ、重量増を抑えた設計になってるそうです。なってますね。だからジャガーの F ペース、はいはい、F ペースと兄弟車なんですよね。あ、そうですね、プラットフォーム一緒っていう、はい、話なので同じです。そして後ろに行くと、はい、こんな感じで非常に凹凸のない、はい、シュッとしたデザイン。そしてこれ上は専用なんでしたっけ、はい、専用ですね、これも専用です、ね、なるほど、はい、これちょっとダクトみたいに入ってますね、はい、こっち側に穴が開いてる、はい、で、はい、これは出る感じですかね。そして後ろも、はい、これ後ろは値段調べてないですけど多分10万円10万円。そうですね、はい、一緒ですからね、はい、こちらがついてる。でこれちゃんと中がザラザラになってるんですよ、ね、はい、そうなんですよ、作り込まれてますよね。これがちゃんとインテリアとかにもマッチした内容になってる、はい、ですね。そしてご覧ください、マフラー、はい、ちょっと今ショールームが狭いんで、そうですね、しっかり映ってないんですけど、これ車体に対してマフラーのサイズ感というかがバグってますよね、はい、すごく大きいです、はい、もう絶対普通の車じゃないんだろうなっていう、はい、この大型のマフラー、はい、これが専用の、エキゾースト でなおかつバルブもついてて、ついてます。で軽量にもなってるらしいです、はい、そうですね、なんと標準のマフラー、比較でいうと、はい、マイナス7キロぐらい、あ、軽くなってるらしいです、はい、やっぱりエンジンが今回の車は5リッターのスーパーチャージャーということ で、うん、でね、やっぱりこのぐらいのマフラーが必要になってくるかな、はい、気になるサウンドの方はこの後聞いてみたいと思います、はい、続いてインテリアも見てみたいと思います、はい、中もめちゃくちゃかっこよくないですか。いいですよね、はい、これやばいですよね。いいです、すごいです。ご覧ください、はい、内装もスペシャル尽くしということで、はい、まずこのシートが、はい、このパターンって他のグレードないんですよね、はい、ないですね、はい、まずこのキルティングになってるのかな、はい、まあ、似た感じのこの何ですかパンチング、はい、レンジ風に言うとパーフォレーテッド、はい、
のやつはありますけれどもこれ専用のになってて、ね、このステッチ、はいはい、ティルティングの加工がされてて本当に手触りがいい、いいです、はい、でそれが入ることによってこうボコボコしてる、そうですね、はい、だクッション性がわずかですけどす、ね、そうですね、高まってるのかなと、はい、これむちゃくちゃかっこいいですね、いいですね、立体感もありますし目引きますよね。そしてこちらのシートこの後臨みますけど、はい、なんと20ウェイです。これはね合わない人いないんじゃないかっていうそうですねもういかようにでも調整できるシート、はい、ますね、でなおかつシートヒーター、ベンチレーション、マッサージまで、はい、ついてますね、ついてると、はい、これやばくない？やばいです、本当にいいです。そしてこのスペシャルなシートが浮かないインテリア、はい、ダッシュボードもそうですし、はい、ステアリングなんかも非常に統一感のある、うん、全部レザーですからね。そうですね、もうここもステアリングも、ステアリングも専用のステアリングになると、はい、そうですね、でレンジのベラール、はい、なんか最近ちょっとマイナーチェンジというか、あ、はい、ありましたね、仕様変更があって、はい、一番最新のものだと、はい、このハンドルも少し形が違ったりとか、 はい、あとシフトもあのダイヤルじゃなくて生えてるんですよね、うん、あ、そうなんですよね、はい、なんかその辺の違いありますけど全然見劣りしないというか、はい、もう全然そうですね、はい、こんな感じのインテリア。そしてドアも行きましょうか、はい、なかなかあのダッシュボードレザー、はい、シートレザーまであると思うんですけど、はい、ドアもこの面積レザーってあんまりないと思うんですよ、ね、はい、さすがにこの下はプラスチックですけど、うんうんうん、はい、ここもちゃんとダッシュボードだったりシートに合わせたこの、はい、真っ白白じゃないですよね。そうですね、はい、ちょっとグレーっぽいレザー、はい、こちらが入ってる。そしてメリディアンの、メリディアン、そうですね、入ってます、はい、16スピーカーですかね、はい、これ調べたらなんかあのノイキャンも入ってるらしいですね。あ、そうなんですよ、入ってます、入ってます。僕の感度だと多分ノイキャン具合が全くわからないと思うんですけどあのこの効果のほどに関しては市場で確認してみたいと思います、はい、続いて乗ってみたいと思います。あのサイズ感がちょうどいい、はい、あの正直レンジって、はい、あ、大きいなって感じするじゃないですか。そうですね、そういうイメージありますね。でイボークだと、はい、結構コンパクトかなっていう。そうなんですよ、はい、だ人も乗せて、はい、まあ、取り回しも良くてってなってくると割とこの辺いいんじゃないかなと、はい、でシートはあのめちゃくちゃいいです。いいです、はい、あのもう絶対高いシートだなっていうそういう座り心地ですね、はい、で調整に関しては先ほど触れましたけど、はい、めちゃくちゃ細かくできるんで、はい、もうどこをどれだけ動かせるのかわからないぐらい で、 す、ね、はい、でしかもランバーサポートもこの押し出しだけじゃなくて、はい、こうサイドのボルスターを絞ってくれるやつもあるん で、 で、ね、あのガチガチにすることもできちゃうというこちらのシートになっております、はい、でやっぱりこのこれが効いてます。はい、そうですね、あの標準のシートよりかもクッション性が高い気がします。全然違いますね、はい、そしてステアリングは専用のステアリングということで、はい、この両サイドがパンチングパーフォレッテッドになってて、こっちの白じゃないか、あ、はい、ちゃんとこのレザーに合ってる、ね、はい、同色のステッチになってる、はい、でまあ、この辺なんかエンジンかければ出てくるので、はい、出てきますね、まあ、最新の車じゃないんでちょっとこの辺は軽くになりますけど、はい、そしてオンにしていいですか。はい、はい、なんと、はい、メーターも専用のメーター、はい、でしかも SV で出ててオープニングもちゃんと SV で出てくるんですよ、はい、ます、はい、これはだいぶいいんじゃないでしょうか。そしてこのそれぞれのメーター、まあ、もちろん液晶表示なんですけど、はい、このメーターの縁わかるかな。はい、あ、本当ですね。そうなんだよ、あ、この縁のこのギザギザローレット加工みたいのが、はい、実際のこっちのエアコン周りのこういうところにもちゃんと採用されてると。ベントレーじゃないですか。そうですね、高級感ありますね。そしてシフト、はい、のなんとこの横もちゃんとローレット加工みたいになってると、はい、え、これはね幸せになれる、さわさわしたい、はい、やっぱりメーター結構、はい、変わんないのって最近、うんうん、そうそう SV ってちゃんと出てくる、はい、これいいよね、はい、こんな感じのメーター。そしてそのパドルも、これちょっとハンドル戻っちゃいますけど、はい、アルミのパドルでなんと裏側がこのボコボコがついてると。そうですね、はい、操作感もなかなかいいです、はい、え、だいぶいいね。だいぶいいです、はい、そしてヘッドアップディスプレイだったりとか、はい、まあ、思いつく、快適装備はだいたいついてる感じです、はいはい、そしてこちらは10インチの、はいはい、まあ、最近ナビ表示させないんで多分ナビって言わないかもしれないけど、モニター、はい、こんな感じでこの辺飛ばしちゃいますね、はい、カープレイもついててね。はい、カープレイついてます、はい、
こんな感じ、はい、ちょっと反応に関してはですね、まあ最近のタブレットみたいな感じとは正直言えないんですけども、はい、まあ十分かなと、はい、そしてエアコン周りは、はいはい、基本操作以外は表示は全部、はい、液晶になってる、はいはい、なのでこれで、はい、こんな感じ で、 そうです、ね、でエアコンは3ゾーンです。あ、4ゾーンですか。あ、4ゾーン、はい、後ろも左右独立、はい、分かれてます。わー、はい、4ゾーンでした。4ゾーンです、はい、そしてシート、こちらシートヒーター、ベンチレーション、はい、いいと思うのはこうシートヒーターとベンチレーションが必ずこう個別に使う、はいはい、たまに両方使える車あるじゃないですか、はい、意味わかんないやつ、はいはい、ちゃんと個別にすごい直感的に、はい、こっちに回したらシートヒーター、こっちに回したらベンチレーションっていう直感的に使えると、はい、でマッサージもこんな感じ で、 そうです、ね、はい、細かくできると、はい、で強さもこれ で、 でしかも、はい、結構グイグイ押される。そうなんですよ、強いんですよ。なんかたまにこうサワサワサワみたいな、はい、あ、一応動いてるのかみたいなのありますけど、はい、結構レンジのマッサージはしっかり押してくれるタイプ、はいね、はい、こんな感じになってると、はい、あとはサポート関係だったり、はいはい、四駆関係はこんな感じでいつものやつがついてるんで。そうですね、はい、このなりをして、はい、オフロード性能、はい、めちゃくちゃ高いらしいです。さすがに今回それは試さないんで、はい、興味のある方ぜひいろんな動画があるんで見ていただけるといいと思うんですけど、はい、このなりでそこ登っちゃうのっていうの結構いきますよね。はい、ありました。さすがにそれはやっぱりレンジローバー、ランドローバーになるところ、はい、たるところかなと、はい、そしてシフトはこんな感じでダイヤル、まあ、慣れないとちょっと使いにくいかもしれないですけど、この感じ、はいはい、で操作が全部重たいんだよね。うん、そう、感触ありますよね。そう、はい、他もいろいろこういう車あるじゃないですか、はい、あとは最近だとなんか国産車でこれにするキットとかも、はい、ありますね、なんかあったりしますけど、はい、全然おもちゃっぽさがない、うん、ないです。しっかりした重たいこう、はい、操作感。そうですね、で他にもここの開ける時とか、はい、そうですね、ここも操作がこう重たいの。重たいですね、はい、ボタンはまあまあとしても、この蓋を戻す時も結構な重厚感、はい、そしてこのアームレストも重たいのよ。重たいです。そうなんですよ。そう、はい、途中で止まっちゃうぐらい重たい。すごい高級感あるの、はい、そしてこの中は左右に分かれてて、はい、はい、そうですね、で USB のタイプ A が2系統と、はい、マイクロシムが刺さるのと、はい、あとはシガーソケット、はいはい、ちょっと浅いんで物あんまり入らないかなと、はい、そしてグローブボックス、はい、はい、そこもさすがにそこは重たくないけど、そうです、ね、動きがそう、はい、ダンパーついてて全部ゆっくりなの、はい、すごい質感がいいです、はい、そして天井関係、今回の車は、はい、レーダー探知機ついてるのと、あとはピラーも全部、はい、これ なんて言えばいいんだろうね。そうですかね、はい、レンジローバーいつものです、はいはい、ちょっとモケットっぽいというか、はい、なんだろう、スエード調みたいな、スエード調、はい、そしてバイザーもしっかり、はい、スウェード調のバイザーでございます。ただこれはちょっとセンスがない気がします。残念ですね。せめて剥がせるようにしてほしかったなと、はいはい、そしてこんな感じでサンルーフちょっと開けましょうか。はい、あ、こっちかです。はい、あ、結構開くっすね。そうですね、でもう一声、もう一声言ってほしかったですね、はいはい、こんな感じの割と大型のサンルーフもついてると。あと下に戻ってきてペダルも、はい、このステンのカバーがついてるペダル、はいはい、でレイアウト的には、はい、感もなく不感もなく、はい、で癖もないです、はい、でフットレストも割と大きいんで、うん、まあ、割と運転しやすそうな感じはあります、はい、続いて後ろの席も見てみたいと思います、はい、じゃあ後ろの席は、はいはい、それも店長が乗っていただいて、じゃあ乗っていいか、よいしょ、スペックを言ってもらっていいですか。そうですね、まあ、私180センチ、80キロになりました。ちょっと痩せて、はい、なんでそこはアピールした。今アピールしましたね、はい、そうですね、割と大柄なんですけれども、それでも膝は当たることなくてですね、拳2つ分ぐらいですかね。
今運転席、はい、僕がちょうどいいぐらいになってます、はい、なんでドライビングポジション合わせてもゆったりとはしてます。ただ、まあ、正直言うと外装が大きいのでその分に比べると後ろは、まあ、やや狭いのかなっていうのが正直なところかなって思います、うん、ということはもう一個上のレンジローバーに行っていただいて、はい、来ていいかなっていう。ただあの、はい、小さいお子さんだったりだとか、うんうんうん、はい、まあ、普通の体型の方であれば、はいはい、藤本君結構、はいはい、XL サイズですから、ね、はい、でもそれを考えると全然大人が乗っても十分なゆとりのサイズかなと。そうですね、はい、天井も全然拳、1つ分ぐらいはあるんでそんな圧迫感はないですね。で装備的なものは、はい、エアコンが4ゾーンと今まあ消えてますけども、はい、4ゾーンとその下に、12V のシガーソケットがあるのと、あとは肘掛けですね。これ下ろしていただくとここにも、あ、はい、そこにもシガーあるの。そうなんです。あ、シガーじゃないんですよ。え、それ何？はい、5V なんですけど USB が。あ、そこ USB なんだ。はい、電源入るんで携帯の充電が。え、だいぶいいね。はい。で、これがあると倒れないのかなって思ったんですけど、しっかりシートはスルーになるので結構いい作りなんじゃないかな。なるほど。はい、思いますね。なんで機能性。そこにあるってことは、はい、じゃあ。後ろ結構人が乗っても3人乗っても、あ、そうですね、ケーブルをそこから隙間から出したりもできちゃう、はい、か、そうですね、できちゃう。確かにここからケーブルが出てると、はい、ちょっと邪魔な感じが、そう、見栄えも良くないんで、はい、ということでそんな機能もついてる、はい、そんなでさらに後ろリクライニングも電動なんですよね。そうです、そうです、ここですね。え、はい、良すぎじゃない？これがリクライニング、今はまあ寝てたんで今あえて起こしてるんですけど、はい、これも結構ここの角度は変わりますね。今立った状態かなになってますんで、だいぶ差はありますね。少しあのトランク容量が確保できる。あ、そうですね、立つ分だけ、はい、当時はなければフルリクライニングしといてもらえば、もう全然割と後ろでも休んでいけるぐらい。そうですね、角度は結構あるので全然、はい、ゆったり座れますね、はい、こんな感じのリアシートになっております、はい、なってます。続いてトランク見てみたいと思います、はい、あのさっき1回開くのからやりますかって言いましたけどもうこのクラスはもう電動も当然なんで、もういろんなものついてるの当然なんで、もう開いてる状態から、はい、そしてトランクの方が568リッターということで、はい、988ミリだからちょうど1メーターぐらいあると、はい、で横もこの一番取れてるところで1250、はい、もちろん後席倒すこともできますので、はい、倒していただくと1374リッター。そうですね、はい、奥行きなんと1791ミリ取れるそうです、はい、で僕が多分こう垂直に寝れるぐらい奥行きが取れるということで、はいはい、これめちゃくちゃいいなっていう。いいですね、使い勝手いいですね。絶妙なとこついてきました、はい、で倒すのもここから行けちゃうということで、はい、前に回らなくてもいけると、はい、そしてこの下は、はい、というかここもちゃんとレザーのベルトなんです。そうですね、質感いいですよね。めちゃくちゃ質感いいよね、やっぱりイギリス車、はい、そしてこの下は、はい、はい、少し小物入れになってる、はい、ちょっと下なんかスペアタイヤの、そうですね、はい、仕様もある。そうですね、オプションで選べるのか。ただ今回のお車は、はいはい、なしスペアタイヤレスということで、はい、パンク修理キットとです、ね、はい、小物入れになってると、はい、めちゃくちゃ質感がいいです。そうですね、はい、あとはここにフックだっけな、これが出るんで。あ、なるほど、まあ、オプションでネットだと思うんですけど、その辺なんかもついてる、はい、で特にトランクの使用感も少ないんで、あ、そうですね、おそらくあんまり使われてなかったんじゃないかなと、はい、この感じのトランクになっております。はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンがやってきました。はい、なんと 4999cc、はい、まあ、5000cc、 5リッターの V8 スーパーチャージャー、はい、アメ車じゃないですか、もう。そうですね、はい、そしてここから絞り出される馬力はなんと550馬力、はい、トルクの方が 69.2 キロということで、はい、ありますよ全然5リッター V8 あります、はい、で500馬力も、まあ、ありますよね、はい、ヨーロッパ車、はい、あるんですけど、このボディサイズにこれが乗ってるっていうのがめちゃくちゃいいと思うんですよ。そうですね、はい、まあ、正直燃費だったりに関しては、まあ、若干怪しい気がしますけれども、はい、ここ今ガソリン車、はい、どんどんなくなってる中、はい、この組み合わせ最高すぎるなと。いいですね、はい、そして0-100なんと 4.5 秒ということで、はい、まあ、SUV でいったらかなり俊足な部類かなと。そしてマックス274キロです、はい、まあ、もちろんその海外ターボとかで300キロ出る SUV もありますけど、はい、この豪華内装、はい、でなおかつこのレンジのもう乗り心地で270キロということで、はい、とんでもがになってる。そうです、ね、でこれに組み合わせるミッションの方が発足オートマ、はい、でこのエンジンだけじゃなくてそれを含めた総合的なその駆動のところも
専用チューニングされてて、はい、トルクベクタリング付きのデフだったりだとか、はい、あのパワーステなんか、うんうん、あとエアサスのセッティングなんかも、はい、合計6万3900時間ぐらいかけて、はい、なんかその SV のスタッフがセッティングしてるらしいです、はい、なんで走りも、まあ、日本だと正直使い切れないぐらいのスペックだと思うんですけども、はい、まあ、そういったものも備わってると、はい、こんな感じのエンジンルームになっております。はい、続いて透過類見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。はい、お願いします。いや思うんだけど、はい、レンジローバーって、はい、一番オプションを細かく見ないといけない車、ね、はい、本当ポルシェ並みにいろいろオプションあるよね。そうですね、はい、なんで本当にあれ安い買ってみたらオプション全然ないなんていうのもあるある、うん、ありますね。新車だと多分一番商談時間が長い車じゃないですか。あ確かにである程度グレードとかで選んでも、はい、これついてないのとかあるっすよね。ありますあります。でこのその点これだともうパッケージになってるんで、うん、はい、まあ、基本的に欲しいものは全部ついてるし、はい、そんなに一般的なのより個体差ないかな。そうですね、はい。そしてもう一点、はい、ちょっとですね中で、はい、これ SV のメーターめっちゃいいじゃんと思ったら、はい、じゃあね、ここもねちょっといいですよね毎回ぐちぐち言って大変申し訳ないんですけど、はい、ここもね SV が良かったなっていう。そっちですね、うん、一瞬出るんですけど一瞬出ますね。そんな感じです、はい、行きましょう。はい、お願いします。うわステアリングちょっと待って早いです、ね、俺の知ってるステアリングじゃないんだけど大元のとこで言うと、はい、ステアリングフィール、うんうんうん、レンジローバーのステアリングフィールなんだけど、はい、こんなにしっかりしてる、うんうん、重たくない？重たいですね。あれベラウこんな感じだっけ、うん、待ってください。今、はい、ちなみにモードは今オートです。オート、はい、レンジってなんかもっとステアリング軽くてスイスイなイメージだけど、はいはいはい、ありますよね。そしてねステアリングのね、うん、質感がめっちゃいいネットのレビューで、はい、もうアストンマーティンみたいな内装って書いてるのが、はいはいはい、まあ、ちょっと車を車で例えるのはどうなのかなって一瞬思ったんですけど、はい、すごい言おうとしてることは分かる、うんうんうん、確かに SUV でこんなに内装をこう大人で豪華でないよ ね。ないですね、まあ、もちろんそのロールスとかもあるけど、うん、まあ、ちょっと違うし、はい、ドイツ車にないなんかこの感覚じゃない。そうですね、このレザー対応するのとか、はい、いやあとね音がめちゃくちゃいい、うんうん、いいですよね。びっくりした。V8 でも、はい、AMG みたいなとかアメ車みたいなドロドロ言ってる V8 じゃなくて、うんうんうん、どっちかっていうと BMW に近いような、そうですね、はい、めちゃくちゃ音が揃ってる V8 サウンド、うんうんうん、でなんか F ペースよりかも若干音が静かかななんて書いてあるのも多かったですけど、はい、すごいジェントルな感じがして、うん、個人的には好印象です。いいですよね。いや時期にだって音がなくなるんですよだからステアリングとかシフトがちょっと変わったタイミングで、うんうん、
ぱり、ハイブリッドが追加されたのかな、はい、あ、そうですね、そうですよね、はい、というわけで、はい、もう後にも先にもこんなのは出てこないんじゃないかなっていう、本当ですよね。いやもうパッケージングが最高だと思うの本当に、このサイズでだって5リッターだよ、5リッターです、最近ないよね、ないですね。あ、これはねすごい圧倒的なトルクで、ボディサイズがこれなんで、うん、全然通り回しづらさない、はい、やっぱり乗りやすい。ただステアリングフィールは若干重たいですね、これ重たいですかね、重たい。レンジみたいな軽くてスイスイのを想像してると、うんうんうん、あれベラール標準のやつこんなんだったっけな、もう忘れちゃったっすね、レンジなんかよりは全然重たい、はい、とぞぞこれでいいですかね、そうですね買いました。ちなみにエンジンだったりステアリングだったりサスペンションだったりギアシフト、その辺なんかも全然できる、はいはい、あとパドルがいいのよ、うん、パドルアルミになるだけでこんないいの、違いますよね、触った感じがやっぱ違います、ね、そう質感すごい、あとこの後ろのボコボコがすごくいい、いいな。いやもうこっからはゆっくりでしょうだって1800万で、はい、まあ、具体的な価格は言わないですけど、はい、1000万円ちょっとぐらいになってるわけじゃん、なってます前半、はい前半です、こっからはなかなか下がんないんじゃないかなっていう、うん、そうですね、だって正直レンジいいなと思って調べたりすること時々ありますけど、うん、はい、え、この年式でまだこんな残ってるのっていう、ありますねやっぱりその需要と供給のバランスで値段が落ちきらない、絶対落ちきらないですしね、あとまあ距離が乗っちゃってるのも多いので、そうね、カー線上でやっぱそれだけ乗りやすい、乗れちゃう車なのかなって。確かに距離飛んでる車多いですね、多いです、多いです、もう2万3万ザラだ、はい、ザラですね、まあ、それだけ乗れちゃうってことだよね、うん、よし、うわこれはやばいぞこれはですね期待度大です、大ですね、これは。なんだろう、でもアイドリング車内で聞くと V8 のドッ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 ドっていうのが、外で聞くとねすごい揃ってる音が、うんうんうん、あーでもゾロゾロ言ってないか、うわすげえ、もう圧倒的なトルクそしてねすごい不思議な感覚になる、エンジンとその車の動きはもっとワンランク上のハイパワーな車なのに、車のサイズが感じてるのより一回ちっちゃい、そうですね、あ、これはやばいぞ、やばい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 これいいな、ちょっと一回オートに戻そう、一回オートに戻します、エコもありますからね、そうだね、はい、でちなみに気になる燃費は、はい、まあまあまあ、あの商品車で並んでるんで、うん、あんま当てにならないと思うんですけど、ね、はい、今アベレージでリッター5キロになってるし、はい、だまあこの辺は日常使いだったりだとか、うんうん、まあ、街乗りする高速乗るでだいぶ違うのかな、もうちょい伸びるかもしれないですね、特にあの排気量大きい車って、はい、あの高速と街乗りの燃費の差がすっごい激しいですからね、そう激しいですね、だ高速なんかだと本当に回転上げないでトルクで走っていけるから、そうですね、燃費運転すると高速めちゃくちゃ伸びるけど、いいですね、ギア数も多いですからね、ま、8速とかで、そうね、今の車ね、はい、8速とか当たり前だからね、なんで燃費も良くなりますよね、すげえ。で全体的に足はやっぱり少し固めな気がします、はい、縦の動き結構大きめ、ちょっとありますね、ただ全然あのいわゆるスポーツカーの硬さじゃなくて、はい、そうです、しっかりしてる感じの硬さ、だ不快な感じは全くないですね、ないですね、安心感もありますしね、あと気になってたそのコンパウンドが少しもう、あ、はい、あの硬くなり始めてるかなと思ったんですけど、はい、乗った感じはそんな感じはしないですね、そうですね、これはね、でもちょっとレンジしかないな、やっぱり欲しくなりますね、めちゃめちゃ欲しい、これはいや、こんなに SUV で四駆実際にオフロード性能めちゃくちゃ高くって、うんうんうん、内装高級でって車ないじゃん、ないですね、まあ、もちろんそのロールスがカリナンとか出してますけど、はい、
やっぱりそのオフロードってそんなにこう主じゃないかなっていう、レンジってどこまで行ってもオフロードだもん、ローラーテストの動画とか見たことある？ないです、ないです。あの車の下に要はローラーを置いて、はいはいはい、まあ、最初、まあ、前とか後ろ二輪だけローラー、はい、本当にこう空回りするローラーの上に完全にタイヤを乗せちゃうの、はいはい、で、まあ、四駆の車だったらそのローラーに乗っかってないところでこうグッて書いて車が前出ますよっていうテストがあって、でだんだん厳しくなってって、まあ、前輪後輪どっちか片っぽだったのが、はい、今度は右側前後、はいはい、左側前後で、それで出られる車は今度は斜めに置いてる、で最終的には三輪ローラーに乗せて一個だけ残ってる状態でいけるかみたいな、はい、うわこれはねすごい今アクセル半分も踏んでないけどね、圧倒的なトルク、なんだろう、スーチャーっていうのもあるからか、うん、そうですね、実際にターボよりかもやっぱりトルクの出方が速いし、うん、はい、ラグがない、まもなく料金所です。あ、で話は戻るけどねそのローラーテストでまあまあ、それで四駆の頭の良さというか、うんうんうん、まあ、その空転を検知してすぐ他の車がグッ、ね、あのタイヤがグッて出るようになるんだけど、あのレンジャーとにかくそれがめちゃくちゃ速いね。へー、もう本当にね、あのデフロックしてんじゃないかっていうぐらい、はいはいはい、もうダイレクトに車がすぐこうローラーから脱出できる。へー、他の SUV 行って、はいはい、大体こううーんってタイヤから回り下の検知して設置してるタイヤがグッて前出るんだけど、はい、もうレンジの場合だと、まあ、ランドローバー系だと、はい、もう本当にね最初からデフロックしてんじゃないかっていうぐらいもうローラー一切回ることなくグッて出るぐらい、そのイメージで。さすがに斜めに置いたりすると、うんうんうん、だけど前に二輪とか後ろに二輪とかだと全然、うん、でやっぱりそれぐらい常にこう四輪で設置して車を前に出してんだなっていう、はい、かなかなかね日本の速度域で、うん、ほぼオンロードでの使い方だと、そうですね、そういうのって体感する機会ないかもしれないけど、本当にちょっと水深があるようなとことか、うん、オフロードのその土手を登っていくようなとことかでも、はいはいはい、このなりで通用するっていう、まあ、もちろん22インチだから、うんうん、そうですね、どっちかっていうとそのオンロードに振ってあるんだろうけど、そしてですね今もう本当に渋滞で40キロぐらいだけど、はい、圧倒的なトルクで楽ちんです楽ちん。あとは結構その馬力がある車でこう、はい、極端なのとかだとこのぐらいの速度域ギクシャク、ギクシャクはしないけど、はいはいはい、なんかこうなんだろうな、そうですね、わかりますわかります、せっつかれてる感じこう持て余してる感じあるじゃん、うん、出ますよね、全然ない、うん、全然ゆっくりだったらゆっくりでもう全然どうぞみたいな、なんかしなやかですよね、うん、ところめちゃめちゃ深い、うん、これすげえな、これ意外にベラール SV 通常モデルで売れたんじゃないの SV そうですね、まあ、戦略的にレンジ買ってもらうためになのか分かんないけど、うん、はい、まあ、レンジに届いちゃうからね、届きますね、全然届きます、新車価格でいうと、そしてですね高速に乗ったら、ああでも少しこうなんだろうな、でも車高ノーマルですけど、ノーマルですね、うん、全体的な車の動きはすごくゆっくりですけど、うん、しっかりさがあるんで、はい、急なの入力とかはやっぱりターンって感じですね、うん、でもめちゃくちゃ乗り心地、乗り心地いいですね、助手席もいいですよ、めちゃくちゃよくない、いいです、いいです、すごい、カメラマンどう？いいよねめちゃくちゃ高級車だと、もちろんそのある程度車高もあるし、エアサスだし、はい、まあ、ある程度こう上下でゆっくりな動きあるんですけど、はい、そんなにこう車がロールして不安定な感じもないですよね、なんかスタビも専用チューンになってるんですね、はい、だ少し多分硬いのが入ってると思うんですけど、硬いのもあるし、元々レンジロール結構抑える力は、うんうんうん、どの車種もあるのかなって、
か特にオフロードなんかも視野に入れてると、はい、そこを柔らかくするのか硬くするのかで難しい、うん、難しいですよね。やっぱり硬くしすぎちゃうと今度四輪が設置しなくなっちゃうし、そうですね、足伸びないですもんね。柔らかすぎるとこう高速とかでフラフラしちゃう、うん、車によっては、まあ、車種は言わないですけど、はい、こう結構こう直進安定性これ大丈夫っていう あったりしますけど、ガチガチにこうオフロードに振ってる車とか特に、うん、そしてちょっとここから道が開けるんで、はい、じゃあいいですか、はい、行きましょう、こっちをしといて、はい、ただタッチは、はい、私のこのカサカサな手ちょっとダイナミックモードにしたかったんですけど今空振りしたんで、はい、ちょっとこれ視線の移動もありますよね。そうね、これがね、ちょっとそれはある危険性がちょっとあります、ね、いやエアコンだけだったら別にいいんだけど、はい、メインのその、うん、でしかもその物理キーみたいにパチッとかできないから、はい、違いますよね、見なきゃいけないですよね。そうそうそう、ちょっとそこはねって思ってしまいます、うん、そしてあーコーナーも全然、いやいやロールが本当全然全然行きますよ。じゃあ行きましょう、藤本先輩いいですか。はい、お願いします。これはね、やばいぞですね。急に聞いたことある V8 サウンドになったバキューン、これすげえバキューンだね、本当に。そして、急に車が軽く感じたすごい、スーチャーやばいな、やっぱり。あのね、ごくごく低速、本当に、はいはい、で2000回転前後とかだと、はい、なんかいい意味ですごい車に重厚感があるんだけど、ひとたびこう回転上げるともうめちゃめちゃもう車が逆に軽やかに感じちゃうぐらい、ね、本当にかっ飛んでくね、車がこれやばいな。これすごいよ、この車。これ高速もめちゃくちゃ楽だよ、これこれは楽で、車線変更も、はい、あの余計なロールがしない、本当に、うんうんうん、本当に絶妙なセッティングというか。そうですね、ちゃんと飛ばせる。飛ばせますね。だから274キロだ5キロだって、うん、納得みたいな、はい、多分出るし、多分まあ多分200-230超えたらあとゆっくりだと思うけど、これだったら全然走れちゃう ね、 ね、その速度域でも、うん、これはねはっきり言います、はい、めちゃくちゃお買い得います。今めちゃくちゃお買い得、欲しいです、これ欲しいよねあとはブレーキはどうなんですか。ブレーキね、高速乗ってるから今踏まないけど、はいね、正直見た目よりかはちょっと、はい、うん、普通、もっと極端なブレーキでもいいのかな、はいはいはい、制動力強いブレーキでも。そうですね、だから逆に言うと、欧州車みたいな初期制度強めなフィーリングじゃないんで、うん、まあ、乗りやすさはあります。うん、ただ個人的にはもっとグッて効いてもいいのかな。そうですよね、ちょっと短時間での試乗だし、はい、速度も別に出してないんで、うんうんうん、まあ、あくまでその初期制動の話ですけど、はい、まあ、どっちかっていうとこの見た目でいうと国産車に近いぐらいの、うん、割と甘めの初期制動かな、うん、今少し車を動かした感じでは思いました。これすごいぶっちゃけこれ新車だとやっぱり内容を見たら、はい、あ、これすごいなってなるのと、あとはなんだろうな、レンジローバーってこう食わず嫌いの人も少なからず多分、ね、いると思う。イギリス車、どうなのみたいな。けどこれ中古になった途端敵がいなくなる気がする、うん、そうですね、買った方がいいですよねこの値段でこの内容だったら、はい、ほんと敵いないなって思う。これはね、びっくりした。ある意味ちょっと想像通りなところもあるけど、うん、
ってあんなに買っとんだのに今それこそちょっと渋滞して30キロ台に戻っても全然こう抵抗がないというか、確かに。まあ、もちろん何でも走れるよ、フェラーリでもポルシェでも別に30キロで走れるけど、はい、なんかこう持て余してる感というか、うん、 あるじゃない。あります、あります。全然ない。でまた静かなのよね。え、本当ですね。ノイキャンだからなんですかね。いや、どうなんだろうね。正直言うとノイキャンの効果は分かりません。まあ、分からない。微振動みたいな音がで言うほど外の音も聞こえなくない。そうです、ね、普通に聞こえる、はい、だからこの間乗ったカリナの方がよっぽど、そうですね、よっぽど静か。静粛性はありますよね。あれだってもう外の放送が聞こえなかったから、ね、そうですね。あれは少しちょっとどうかしてましたけど、これすごいな、本当にびっくりした。いやー、今回ね、はい、よかった。よかったですね。よかった。本当にめちゃくちゃよかった。で、ぶっちゃけあのこの5リッターのスーパーチャージャーのエンジンって、はい、まあレンジの SV 系に積まれてるんで、うんうんうん、まあ乗ったことはもちろんありましたけど、はい、あのレンスポとか、うんうんうん、やっぱり乗っかってるもので全然違うんだなっていう。違いますね。そうですね。だこのボディサイズに積まれた時のこのパンチ、はい、存在感、うん、個人的にはめちゃくちゃバランスの取れてるものより少しこう持て余してたりとか、ちょっとアンバランスなものに惹かれる感じ、はい、だから本当にビッグセダンにハイパーなエンジンよりかもミドルクラスとかコンパクトなのに同じサイズのエンジンとかっていうとなんかワクワクしちゃう感じ、だから個人的にはめちゃくちゃハマった。いいですね。欲しいです。欲しいですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ最後になりますけども、はい、めちゃくちゃいいね。めちゃくちゃいいですね。もう時期も時期ですけど、はい、にしてもいい、いいです。この走りもいいし、はい、豪華内装、はい、そしてですね、まあ、プラスアルファもやろうと思えば、はい、葛飾店できますから、はい、まあ、タイホイール、まあ、そこまでやらないにしても、はい、僕個人的には、はい、まあ、ローダウンも多分いらないぐらいだと思うんで、そうですね、まあ、少し出してあげるだけでもだいぶ見栄えも変わってきて、はい、オンリーワンになるんじゃないかと思いますので、はい、ぜひぜひその辺も藤本店長にご相談いただければいろいろできると思いますので、ぜひお問い合わせください。というわけで今回はレンジローバーベラール SV オートバイオグラフィーダイナミックエディションをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。